じゃあ今までは何だったの、うん、なんで僕らこんなことを大騒ぎしてもう異次元緩和10年以上やってたんだということになるわけですよ、うん、まあアベノミクスも含めてこれまでの異次元緩和をどうまあ今総括するのかというところが問われるかと思うんですけれどもこの小松さんはこの大規模金融緩和これまでのですねどういうふうに評価されますかだから全く意味はなかったといことですね超極端な円安に進んだことを除けば実質的な意味はなかったわけですよで一方副作用っていうのものすごくあってその金融市場が の不全に陥っったたり、ね、したってこともあるんですけどまさに上田さん上田日銀総裁があの記者会見で言ってたようにこれからも異次元緩和の遺産は残ると、うんま、負の遺産とは言わなかったんだけど、ま、要は解釈すすると負の遺産なんですよ、うんうん、ものすごい国債を買い付けちゃって国が発行してるの半分以上持ってる、うん、それ株式なんか大量に持ってるそんな中央銀行歴史上ないんでねそれを本来であればそれを落としてからこれから売っていかなきゃいけないんだけどそれ抱え込まされ ちゃってるって負の遺産だけが残っていて、いそれがいろんなところに歪みを与えてるから世の中を挙げて、まあ、アベノミクスって言ったり黒田バズーカって言ったりして大騒ぎしてやってきた金融政策が効果はゼロで、うん、負の遺産だけ残るってじゃあ我々この11年間何をやってきたんだっていう大問題です、うん、金融政策って本質的に何かっていうと、うん、上田さんがあの上田日銀総裁がまさに言ったようにこれからはじゃあ上田さんなんてご自身でこれからの金融政策名付けますかっていう記者 だけにに聞かれていや別に特に別にって感じでまあ強いて言えば普通の金融政策ですって言ったんですけど、うん、まさに短期金利っていうものを今日と明日の間の金利を中央銀行はコントロールしてるんでそれを上げたり下げたりすると景気を刺激するためにはその金利を下げてあの、まあ、金利が下がるからお金を借りて投資する人が出てくるあるいはインフレになってきて景気が過熱してきたらそれを抑えるために金利を上げる。うん、その目標値として物価水準っていうのは 物価っていうのはその景気に反応しますから、うん、っていうことで物価を安定させるってことだってだたわけですよ、うん、でそれなのになんか途中からもう中央銀行に何でもやらせてしまえっていう雰囲気があったり、うん、株式市場、まあ、日本は特に株式市場がずっと低迷してたから何でもいいからカンフル剤くれくれって感じだったから、うん、金融政策ドカンってやって、まあ、金融緩和っていうのはあの要は景気も刺激するけど、うん、要はお金いっぱい借りられるからそうすると株が相対的に得になるわけですよね。うん、金利ああまりなないなら株あるし、ね するかもってすだから盛り上がるからもうとにかくやってくれっていうことで株式市場の都合で本来我々の生活に直接関係する景気や物価を安定させる手段の金融政策が、まあ、ちょっと極端な言い方をすると食い物にされていたっていうのがこの11年でもあったわけですようどうですか今回の金融政策によってこう日本は安定的な物価上昇を達成できますか賃金と物価上昇する経済って言いますけどもあれもね<の>実はこ,この10年で 起きた大きな誤解でね、うん。なんか？